モカはイエメン共和国の都市である。アラビア半島南西端にあり、紅海に面している。アデンとホデイダが建設されるまでは、イエメンの主要港だった。コーヒーで栄えた時代のモカ15世紀、コーヒー豆の積み出しが始まった。コーヒーの木の原産地はエチオピアであるが、これを世界に広めたのはアラビア半島の商人たちで、モカはコーヒー発祥の地とされている。16世紀、オスマン帝国に征服された。帝国は、紅海を通航する船舶に、モカでの納税を義務付けたという。17世紀、モカは、コーヒー取引で絶頂期を迎え、砦を中心に城壁が築かれた。約400人のユダヤ人が貿易に携わっていた。財路派が支配するようになる。18世紀、ペストの大流行によって、人口の半分を失い、以降衰退が止まることはなかった。19世紀前半までイギリス、オランダ、フランスはモカに工場を持ち、コーヒー等の輸出を行った。1820年12月、イギリスの東インド会社所属のフランスのフリーゲート艦が北と南の砦を攻撃、破壊した。これはイギリスのモカ市政府への要望を通すための攻撃だった。1835年、ムハンマド・アリー朝のイブラヒーム・パシャの攻撃によって、海岸近くの城壁と砦が破壊され、征服された。この頃にはエチオピアが自国のコーヒー豆を直接輸出しており、価格がモカ経由の 1:3 だったことから、モカの立場は低下していた。19世紀末のトルコ人統治者の館1839年、イギリスがアデンを中心とする南イエメンを征服すると、モカの港湾機能はアデンにとって代わられた。1849年、オスマン帝国に再征服される。1909年頃、城壁が破壊された。1918年、イエメン王国の一部として、オスマン帝国から独立した。1962年、イエメン王国が滅亡し、イエメンアラブ共和国が建国した。1990年、南北イエメンが統一し、イエメン共和国が建国した。2015年3月、内戦が始まり、フーシ派に占領された。現在、コーヒー豆集産地の機能はなく、漁業と小規模な観光で成り立つ。モカコーヒーあるいはターンに、モカとは、イエメンの首都サナアの外交であるモカからかつて、コーヒー豆が多く積み出されたことに由来する、コーヒー豆の収穫産地を指すブランドである。紅海対岸のエチオピアは、コーヒー発祥の地とされ、アラブの商人たちによって14世紀末、コーヒーの苗木がアラビア半島のイエメンにもたらされた。1615年にベネチア商人によって初めてコーヒーがモッカ港よりヨーロッパに向けて出荷され、その後エチオピアとイエメンのコーヒー豆はモッカ港より船積みされることになった。16世紀当時はエチオピア、イエメン以外に大きなコーヒーの生産地域はなかったため、コーヒーを船積みする、モカは、コーヒーの代名詞でもあった。この名残が、現在まで残り、エチオピア産、イエメン産コーヒーのことを、モカと呼ぶ風習が21世紀となった、現代においても生きている。2008年5月日本で、エチオピア産コーヒー精豆から基準値を超える、農薬成分が検出されたことから輸入が規制され、日本国内では、非常に手に入りにくくなった。イエメン産のコーヒー豆は、特に、モカマタリともいい、イエメン北西部の高地産である、にちなむ。マタルは、雨という意味の男性名でバニーマタルすなわちマタルの子孫たち、マタル族が一帯に居住していたことに由来する地名で、サナアには、このようなバニー、ボーという行政地区名が複数存在する。直訳では、雨の子孫たちとなるが雨が多い地域であることを意図した命名ではない。爽やかな香りと強い酸味のある味わいが特徴で、かつてコーヒールンバに歌われていたためか、日本でも人気が高い。ナンバー9というのが欠点豆の混入が比較的少ない等級であるが、ブラジルのナンバー2などと比べると数倍から10倍ほどの欠点豆があり、焙煎に際しては入念なハンドピックが必要である。エチオピア産はシダモ、ハラー、ディマ、レケンプティなど、収穫地名をつけて販売されることが多い。焙煎、抽出後のコーヒーは、苦味が少ない代わりに酸味が非常に強く、フルーティーな香りがある。モカコーヒーは、フルーティーな香りと強い酸味が特徴で、高価なイエメン産、廉価であるエチオピア産と長らく位置づけてきた。2000年代に入り、スペシャルティコーヒーの需要が高まるにつれて、コーヒーチェリーをそのまま天日で乾かすナチュラル製法が生産の中心だったエチオピアコーヒー生産の現場に、中南米で広く行われている水洗処理式を取り入れる生産者が現れるようになった。これにより、イルガチェフェやシダモなどで花の香水のような印象的な香りとオレンジのような明快な風味と酸を持った高品質エチオピアコーヒーが生産されるようになり、それらは高値で扱われるようになり、エチオピアのコーヒーブランドを大きく高めた。2020年よりエチオピアはスペシャルティコーヒーの国際品評会、カップオブエクセレンス開催国となり、今後の発展が期待される。また、発酵した味が出やすかったナチュラル製法も、技術の進歩に伴い、完熟フルーツのような甘く、個性的な香りのスペシャルティコーヒーを生産することができるようになった。モカコーヒーは個性的な香りと印象的な酸味からブレンドコーヒーの配合にも多く使用される。モカからスタートしたコーヒーはその後インドを経由し16世紀にインドネシアのジャワ島にもたらされた。ジャワがモカに続く2つ目のコーヒー生産地域となった歴史を踏まえ、欧米のコーヒーショップでは、ブレンドコーヒーの一つの型として、モカとジャバを配合したモカジャバを扱うことが多い。モカジャバは、世界で最も歴史が古いブレンドという謳い文句で扱われることも少なくない。ちなみに今でこそ、ジャバはロブスタ種の有数の産地だが、ジャバにロブスタが入ってきたのは1900年のことで、16世紀当時に生まれたとされる。モカジャバはアラビカ種同士で作られたものである。ありがとうございます。